今の世界について一つだけ変えられるなら何を変えたいですか？ネガティブワードをよく喋る人をちょっとネガティブワードを喋らない人、うん、口にしない人に変えたいです美学のお客さんで、うん、いつもすいませんとか、いや本当にってこう謝ってばっかり、自分なんかみたいな人がいたんですけど、一切そのワードを禁止したんですね、その人に。はい、うん、そしたらもう性格もすごく変わられて、なんかもういろんな人に話しかけるようになって、なんか美学で一人来た人とかもすぐお友達になって、会話が弾んで Facebook でつながってっていう感じで、その方の変化を発見すると、ネガティブワードって自分にも良くないけど聞くのも嫌じゃないですか、周りがね、はい、周りが。なんでそういうふうにみんなが少しずつ、まあそれは時々愚痴りたい時はあると思うんですけど、極力そういう単語を口にしないみたいな習慣性をつけると、周りも自分もハッピーかなと思って、なんか被災した時とかも、阪神・淡路で被災したり、家も全焼したことあるんですけど、なんかこうトロピカルな被災したって言おうと思ってて、あんまりそうですね、そういうなんかネガティブな言葉はあんまり使わないようにしてます。なんかそのやっぱりネガティブな波動を人に与えるとそういうものも返ってきやすいんじゃないかなって思って、だからなんか皆さんと幸せを共有できてるような、ちょっと漠然としてますけどそんな感じがします。なんだろう、助けてもらってる。